今回のレッスン動画は、全国乗馬クラブ振興協会の3級ライセンスの科目を、また経路を回りながら解説していきたいと思います。この3級科目ライセンスは、おそらく皆さん初めて馬場馬術の経路を回るということになると思います。ただし、この3級科目の、採点というのは各項目で審査員はつけていくんですけれども、最終的にはバランスよく乗れてましたか、扶助は正しく使えてましたか、騎手の姿勢は良かったですか、そういったところを、総合して10点満点のうち6点が取れるとほぼ合格というような形で審査されます。ただ、経路用紙を覚えて、その経路に沿って回るということで、それは皆さんにとって初めての経験になる方もたくさんいると思います。まずは経路を当然最初から終わりまで覚えるんですけれども、それプラスそれぞれの運動項目にはどういうことを気をつけて回ると高得点を取れるか、そういうところも合わせて解説していきましょう。まず20メーター、40メーターの馬場の外側で、入場していいですよという合図を待ちますね。で、合図があったら、中央線に沿って入場してきます。この時、あまり元気よく動かす必要はありません。自分の乗りやすい早足で、今停止をしました。これが馬場の中央。X 点になります。中央線とこの B 点、E 点を結ぶちょうど十文字の交差点になりますね。ここが X 点です。ここにうまく合わせて停止できれば、言うことないでしょう。で、ちょうど正面の審判に向かって敬礼します。敬礼の時に馬が動かないように、それと、今この絵を見ていただいたらわかるように馬が真正面向いてるっていうことが理想的です。ですから片手で2本の手綱を持つわけですが、その時左右の手綱の長さが均等になるように左手で持つようにしましょう。で、落ち着いて手綱をもう一回両手で持ち直して早足のスタートです。多少最初1、2歩波足が入っても、問題はないと思います。そこから右へ回転して、斜めに手前を変えて歩道を伸ばします。中間軽早足となってますから、この斜線の通り方ですけれども、MXK ってあります。最初から K を見てしまうのではなくて、M 点から最初 X 点を見定めて、それから K 点を結ぶ線っていうと、斜めの線は綺麗な対角線を取ることができます。それから、中間軽早足となってますから、やはり歩道が伸びないといけません。ただし、入り口で慌てて脚を使ったり、強い合図がいきなり入ると馬が駆け足になったりするケースもありますから、最初の3回ぐらいの軽早足の中で、その動作の中で使える範囲で脚を使えばいいと思います。で、当然、ちょうどこの位置ぐらいで、少し軽早足をしながらでもブレーキをかけて少し歩道を落としていきましょう。で、車線の出口、軽点のところで軽早足をやめます。当然、歩道を伸ばした中間早足の時より遅くしないと座りにづらいというふうに頭に入れておいて、軽早足をやめるときは馬のスピードを落とさないと乗りにくいなっていうふうに覚えておいた方がいいと思います。で、もう一度ここから、ちょうど反対側の対角線。もう一回歩道を伸ばして中間軽早足をしないといけないんですけれども、馬は1回目と2回目では2回目の方がおそらく多少動きは良くなってくれるはずですから、1回目よりは、脚の使い方少し加減しても大丈夫かもしれません。で、最初の3回ぐらいの軽早足で、分けて脚を使うようにして、エッジ点が近づいてきたら、この辺でもうブレーキをかけ終わって、軽早足をやめるようにするとちょうどいいと思います。さあ次に地上王国の通過になります。この時に
M 側の定石を通るんではなくて、定石から離れたところで地上王木を置かれてるんで、そこを通過しないといけません。この時曲がる時に、ちょうどこの今 C 点を通る時、地上王木の手前の角、ここを目指して曲がるようにすると、おそらく、この3本並んでる地上木の中心にうまく合わせられると思います。中心をめがけて曲がると、多少外側に馬に持っていかれてしまうケースがあるので、手前の角を目印にするといいんじゃないでしょうか。で、なるべく遠くから王木の真ん中を結ぶ線に乗ってしまうのがいいですね。さあ、ここで地上木を通過後は、奥で半巻きをしないといけません。ですから、なるべく3本目を通ったら早めに左側の定石へ出て、定石へ出たらおそらくもうすぐに半巻き乗りをしないといけないと思います。今この上から撮ってる絵で見れば、ラインの取り方っていうのがわかりやすいと思います。すぐに左へ寄っていく。F をめがけて寄っていくというのも一つの方法ですね。で、10メーターの半巻き乗りですから、おおむね中央線を越えないように。地上木を通過したら、ここの F のマークを目指していきます。で、半円を描いて。この時、多少今この絵では中央線より内側なんですけれども、はみ出さなければ、まず OK と思ってください。あまり正確に10メーター、もちろんそれが理想的なんですけれども、じゃあ10メーターの直径の半巻き乗り、オーバーするよりは手前の方がまだコントロールできてるなというふうに思うと思います。で、半巻き乗りをしたとき、今度はこの手前の王木の中心めがけて斜めに来るようにすると、馬はスムースに王木に入っていけると思います。さあ、ここで地上王木の通過ですけれども、当然、何もまたがない時の早足より上下の断髪というのは強くなります。ですから、早足で来ると、そうですね、反動につきづらい、王木の通過している間はお尻が跳ね上がってしまうみたいに思う人もいるかもしれません。ですから、あまりスピードをつけないことですね。スピードがつくと、スピードプラス断髪で非常に乗りにくい早足というふうに感じるかもしれませんから、それほど幅広くは作ってませんので、少しスピードを落としながら通っていくようにして、なるべく柔らかいタッチの早足を心がけるようにしましょう。そして、その後、手前の C の地点側の定石までは、なるべく王木を通過したらまっすぐに来るように。馬は、やはり左右、どっち側のサイドにも拉致がないと、ふらふらっとふらつきやすいですから、3本目の王木を通って、右側の拉致の方へ寄ったり、手前で早く回りすぎて、左側へ寄ってったりということがないように、ここはちょっと緊張感を持って、最後までまっすぐ来るように。そういうふうに注意してたらいいんじゃないでしょうか。以上が、この3級ライセンスの科目の前半の早足のパートの乗り方です。今言ったようなことを注意して、まずこの経路の前半、落ち着いて乗るようにしましょう。決して慌てる必要ないです。ゆっくりでも構いません。自分が乗りやすいなと感じるような早足で回るということが大切ですし、それが騎手の姿勢、そういった採点にも影響してくると思います。